2023年8月23日のウクライナの国旗の日に、ザポリージャ州に配置されているウクライナ軍第46機械化旅団が、メリトポリ方面の戦線で最も激しい戦闘が続いていたロボーケネは国旗を掲げたとし、破壊された集落の中心部にある学校の上にザルジニー総司令官の署名が、書かれたウクライナ国旗を掲げている様子が撮影された画像や動画を発表したね。これによりロボーケネがウクライナ軍によって奪還され、解放されたことが示唆されたってわけだな。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州ロボーケネを解放した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。数日前にウクライナ軍がロボーケネ集落内のメインストリートに進出したことが確認できる動画や画像が出ていて、ウクライナ軍によってロボーケネに取り残されていた民間人を救出して避難させたことなどが明らかにされていたんだけど、ロシア軍では、ウクライナ軍がロボーケネの中心部に到達したとの情報を否定し、我が軍の反撃によってウクライナ軍を撃退して取り戻したと主張していたんだ。それが今回、ウクライナ軍が公表した画像に映っている学校が間違いなくロボーケネの中心部にある学校であることが確認され、動画からは付近ではすでに戦闘が終了していることも確認されたことになるね。ただし、第46機械化旅団の動画や画像を公表した投稿や、ザルジニー総司令官が自身のテレグラムチャンネルにそれらを投稿した際に付け加えたコメントの中では、ロボーケネを解放したとの直接的な表現は見られず、ロボーケネから完全にロシア軍を駆逐したかについては未確認となっているぜ。しかしながら、ロボケネ集落の中心部にある学校にウクライナ国旗が掲げられたことから推察すれば、ロボーケネ全体がウクライナ軍の支配下にあるとみなして、ウクライナ軍がロボーケネを奪還して解放宣言を発したのであろうとみられているな。ロボーケネを奪還したウクライナ軍は今後、幹線道路沿いに南のノボプロコピフカ、イルチェンコーペ、ソロトカバルカなどの集落を奪還しつつトクマクを目指すとみられているけど、現状においては南突出した形になっているために、側面を突かれないようにロボーケネのアズマ方面にアルベルベイブの奪還を目指すほか、西方のコパニ方面への攻勢を強めるとみられているよ。その中で、これまでウクライナ軍が突破することに苦戦していて、反転攻勢作戦の進捗が想定から遅れていることの最大の原因とされているロシア軍が設置した地雷原が、この方面ではロボーケネ周辺が最も濃密であることが伝えられており、その地雷原を突破したことでこの反転攻勢軸における進軍速度が早まる可能性が出てきたとする見方があり、この方面のウクライナ軍の動きが注目されているみたい。さて、ウクライナではゼレンスキー政権が、支援する西側諸国に連帯とさらなる支援を呼びかけるための国際会議クリミアプラットフォームの開催を提唱し、8月23日に首都キーウで開催されたね。このクリミアプラットフォームとは、2014年にロシアがクリミア半島に軍事侵攻を実施した上で一方的に併合を宣言して実効支配している、クリミア半島の奪還を目指して2021年に立ち上がられた会議で、今回はロシアによる軍事侵略が開始されてからちょうど1年半となるタイミングに合わせて、首都キーウで合わせて63の国や国際機関の代表らが参加して開かれたんだ。この中でウクライナのゼレンスキー大統領は、クリミア半島におけるロシアの専制政治を終了させ、クリミア半島のウクライナ国民が平和的で民主的な生活を取り戻すための明確な展望があるとして、ロシアは暴力で周辺国を支配しようとしているが、我々は法の支配を確立するために戦うと述べ、クリミア半島の奪還を目指す決意を改めて強調したな。この会議では各国の首脳らがそれぞれウクライナへの支援を表明し、フランスのマクロン大統領はビデオメッセージの中で、フランスはロシアが武力をもって占領したウクライナ領土を併合することを認めないと述べたほか、日本の岸田総理大臣もビデオメッセージで戦後の復興や災害からの復旧など、日本が蓄積してきた経験や知見を活かしながら日本らしい支援を切れ目なく進めていくと述べて、ウクライナの要望に応じて最大で70億ドル約1兆198億円の支援を継続的に提供すると発表したぜ。
日本政府は今年2月にウクライナへ50億ドルの追加財政支援を行うと発表していたが、これはウクライナに直接提供するものではなく、世界銀行を経由して実施されている、西側諸国などからのウクライナへの融資が返済不可能になった場合に、日本が最大50億ドル分まで現金で債務を肩代わりするという性格のものであり、当初ウクライナへの直接支援は5億ドルとしていたのだったが、4月に渡米した鈴木財務省が現地でウクライナのマルチェンコ財務省と会談した際に、2023年中に35億ドルの財政支援を行う意向があると表明したことに加え、さらに支援額を上積みしたとみなされているね。このクリミアプラットフォーム国際会議の後の記者会見でゼレンスキー大統領は、クリミアは残念ながらまだロシアの占領下にあるが、ウクライナの他の非占領地域と同様に、いずれウクライナが奪還し占領状態を脱するだろうとした上で、我々は、ロシアに奪われた領土を取り戻し、そこに住んでいた人々を帰還させることでこの侵略戦争に終止符を打ちたいと述べて、ロシアに占領された地域の奪還を目指す考えを強調して示したよ。しかしながら、6月初旬に始まったロシア軍への反転攻勢作戦は、周囲が想定していたような進展を見せてはおらず、ウクライナを支援している西側諸国のメディアの中の一部からは反転攻勢は失敗しているとの分析を報じ始めるなど、ウクライナ側ではこの先西側諸国からの支援が鈍ることへの懸念が生じ始めていたぜ。そのためか、西側諸国が最前線を取材することが徹底的に制限を受けているとして、スイスのルタン市が8月21日に、我々メディアは、ウクライナ軍のザルジニー総司令官の許可がなければ、最前線を訪れることを完全に禁止されていると報じ、ウクライナ側が苦戦していることを内外に広く伝えられることを懸念した可能性があると見られているな。今回ウクライナ軍が会議前日にあたる23日国旗の日に、反転攻勢での激戦が続いていたロボーティネの学校にウクライナ国旗を掲げる動画や画像を公表したのは、反転攻勢の進捗は遅れているもののロシア軍に対して優勢に戦闘を展開していることをアピールしておく意味があったと見られているよ。現在の戦況について、ウクライナの民間団体情報抵抗の軍事専門家であるアレクサンドル・コワレンコ氏がコメントを発し、南部ザポリージャ州方面で展開されている反転攻撃作戦は、昨年11月にヘルソン州の州都ヘルソン市を解放した反転攻勢作戦前の動きと似通っていると指摘したんだ。ドニプロ川西岸にあるヘルソン市の奪還作戦は昨年5月から開始され、最初の局面は、川の東岸に進出して橋頭保を確保した上で拡大することだったがこれには失敗し、次の局面として7月、両岸をつなぐドニプロ川西岸のロシア軍への補給路であるアントニフスキー橋を、アメリカが供与された長射程兵器によって攻撃し、ヘルソンへの重要な物資輸送ルートを断ったな。そして最後の局面でヘルソン市の北方と西方からの攻撃を強め、補給を断たれて孤立することを恐れたロシア軍がヘルソン市を含むドニプロ川西岸地域を放棄して、ウクライナ軍がヘルソン市を奪還するまで半年がかかったぜ。コワレンコ氏は現在のザポリージャ州の戦況が、アントニフスキー橋を攻撃した際と同様に、ヘルソン州南部のロシア軍への補給路であるクリミア半島との橋を攻撃している段階にあるとして、ヘルソン市解放と時間軸と似ているとした上で、ヘルソン州の南部地域が奪還される可能性があると指摘したね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。